ベネデット・マルチェロベネデット・マルチェロベネデット・マルチェロは、イタリアバロック音楽の作曲家、音楽評論家。イタリア人貴族で、兄・アレッサンドロも作曲家である。アントニオ・ロッティやフランチェスコ・ガスパディーニに音楽を支持。だが、父親に法学に没頭するよう言いつかっており、正解入りする。年には人議会の議員になり、年には、 コーラの死生官に任命されるが、イストリア地方の気候によって、健康を害し、8年後にカメル連合の称号を得て、ブレイシ社に引退、同地にて他界した。未出版作品を含めて50点ほどしか残さなかった、兄とは、対照的に作曲家として、精力的で700点近い作品が確認されている。現在最もよく知られている作品は、史的、 音楽的霊感エストロポエティコアルモニコである。これは、紙編第1番から第50番まで、通奏低音付きで曲付けされた作品であり、後に、チャールズ・エイビソンによって高く評価され、1757年に、ロンドンで英詞をつけて出版された。その他の主要な作品はカンタータであり、読書用とアンサンブル用の作品が残されている。 ブリュッセル音楽院が所蔵するベネデットの室内カンタータのスコアには、上布のために作曲された興味深い作品が含まれている。近年では、死者のためのミサ曲も再評価されつつある。リコーダーのためのソナタ集、作品にもアマチュア、プロを問わず頻繁に演奏される傑作である。1702年には自作の歌劇、 受け入れられた新ーラフェーでレコーノーシュータをビジェンツァで上演したにもかかわらず、オペラの創作をあまり快く思っておらず、1720年には匿名で小冊子当西流行劇場テアトロアリアモーダを出版し、当時の歌劇をめぐる状況について風刺的に描き出した。このささやかな著作は頻繁に再版された。これは読んで楽しいだけでなく、 オペラの歴史に最も有意義な貢献を果たすものでもある。ありがとうございます。